はい、どうも、ロキヤマトです。穴掘りの王の要石やっていきたいと思います。デモンズソウル、早速行きましょう。火事場、巨大な行動を、噴する穴掘りの人たちの、都。行きましょう。火事場、やってきまーす。お？ヒューマンピーポー？旦那様。どうした？ソウル、ソウル、くれよ、交換だ。いいだろう。なんかいいのは売ってるのか。ああ、強化石売ってる。ツルハシも売ってるよ。砥石、宝石、砥石買っとこう。またよろしく頼みます。わ、血痕がある。あ、トカゲ。よいしょ。トカゲをやってやった。調べる。で、どこに行くんだい？レバーが最善策。レバー、レバー。おお、レバーとな。レバーなんかあった？落ちたら死ぬな。重っ。ないな。レバーっていうのはショートカットをつなげろってことかな。見る限りレバーらしきものはないので、こっちか。この先の敵、魔法が有効だ。お、なんか落石が上から石を投げてきてるやついる。走れ。走る。わ、黒いファンタムに侵入されました。これは死ぬやつ。痛いな。これ侵入されたらどうしたらいいのかな。一回出るのがありなのかな。でも生身のまま戦ってたら永遠にこれだもんな。お、今いた気がする。あ、そうだ。痛い。おお。
死んだ。パリーね。パリーないね。やられた。さあ、帰ってきました。あ、もうしがみつこう。繊維にしがみついていこう。恐ろしいゲームだよ。簡単に人が死んでしまう。よし。危ない危ない。ああ、なるほどね。バックスタブが入るわけか。あ、ハンドルを回す。回す。なんだなんだ。おお。ああ、怖い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 。こっちだ。おお、なんだお前。危ない。あたです。やろ、お前さっき石投げてただろ、この野郎。ふぅ、あれ、取れんぞ。取れない、怖いんだが。満月草か。よしよし。叩き潰すバトルアクス。今のデブッチョってさ、なんだっけ、ボーレタリア城のボスの大きいところにいた気がする。あれ、これで終わり？ここ。もっと上に行くのかな？何もない。よいしょ。あ、終わりだ。戻るのね。すごい振動がさ、このなんかチェーンの振動がね、コントローラーから伝わってくるんですよ。下も気にはなるけど、あ、下アイテムあるぞ。しまった。吐かない。攻撃するな。で、戻っていく感じかな。よいしょ。
ここはこの先敵に注意。結構いるな。でも歩くの遅いから、よいしょ、おお、境界紙めっちゃある。待って、犬っころやん。またデブっちょおる。あの人何なの、ここにお住まいなの。よし、満月草、みなぎ石のかけら、鉱石の塊。結構同じような人が何人もいるんですね。お、危ない、まだいたのか。この先右にいるってことね。なるほどね、ありがとう。ちょっと遅かったよ、読むのが。順路はあっちか。この先敵に注意。はい、ここはなんか強化石が結構もらえますね。よし、三日月草ゲットして、ツルハシ、まだいる。なんだよこれ、床抜けたんやが。なんてことだ、床が抜けたと。ひどい話よ。あの野郎、ここも抜けんじゃないの、床。大丈夫？大丈夫だった。このステージは床が抜けるってことね。レバーを試してみろ。レバーを引く。お？ああ、ここが開くと。なるほど。
じゃあ戻ればいいのかな。ただこれ一回あれですよね、下落ちない、落ちて別ルートから行かないといけないやつだよね。よいしょ。みなぎ石ってなんだろうな。これなんだ。右、あー、はい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 、帰ってきたわけね、今の場所に。なるほど、さっきの場所で、ここの階段を上がったところに、さっきのデブチンが待っているわけだ。あの野郎。どうやったらいけるんだろう、あそこに。こっちだって魔法使えんだから、ほら。MP がなくなったら武器を持ち帰ればいいわけよ。これで回復してあいつを倒す。くらえ。あ、まだちょっと残ってる。くそー。あ、落ちた。あ、やった、落下死しやがった、あいつ。あいつめ、ざまみろ。これはね、まだボスじゃないはず。こんなに早く終わるわけない。チェックチェックチェック、クリア、オッケー。木陰に注意しろ。あれか。よし。溶岩、溶石のかけらか。何にやられてるんだ。採掘場へようこそ。ありがとう。グー。道がいっぱいありますね。おお。今は証拠はやめておけ。じゃあちょっと後で行きましょう。おー、溶岩やばい、熱そうな武器持ってる。よいしょー。一人ずつね、やっていこう。おいよー。よいしょー。さあ、次は君の番だ。来るがよい。
よし、私の勝ちだ。あれ、またモヤモヤしてる。あれ、待てよ、なんか道があるぞ、なんかあるぞ、道が。この先近道がある。いいね。すまんな、お仕事の途中に後ろからすまんな。よいしょ。すごい強化素材、まぶしい。三日月草、この先のレバー、これか。よいしょ。あ、これで一番最初のところかがショートカットでここまで来れるようになったと。これはかなりでかいんじゃないですか。いいですね。